小牧市内を運行する小牧巡回バス。令和2年12月から新たに愛称をコマクルとして新路線新ダイヤで運行を開始しました。現在は市内を17台で全23路線を1時間に1本程度の間隔で運行しています。皆さんもコマクルと書かれた緑色のバス目にしたことありますよね。本日はこのコマクルについてご紹介します。さまざまな路線を走るコマクルですが、その中でも特に紹介したいポイントは、市の中心部である小牧駅、小牧市民病院、小牧市役所をおよそ15分に1本の間隔でピストン運行していることです。小牧駅から市民病院方面へ行く日中の便は、出発時刻が毎時10分、25分、40分、55分発とダイヤが固定されていて、覚えやすく利用するのに大変便利です。このピストン運行の路線が経由する小牧市民病院は、南側にバスロータリーが整備されていて、乗り継ぎ拠点として多くの方が利用しています。また乗り継ぎを便利に分かりやすくより快適にするため、市民病院内の1階のロビーにはデジタルサイネージが整備されています。右側の画面ではコマクルと豊山タウンバス、左側の画面では名鉄バスの発着案内が表示されています。これを確認すれば、乗車予定のバスがあと何分で到着するかが一目で分かり、暑い夏や寒い冬などでも室内で快適にお待ちいただけます。その他にも携帯電話、スマートフォンをお持ちの方はバスロケーションシステムを利用することで運行状況を確認できます。また CC ネット12チャンネルを視聴しているとき、チャンネルボタンの上を2回押すと123チャンネルが立ち上がります。そこでも運行状況を確認することができます。この小牧巡回バスコマクルは、市民の貴重な交通手段として年末年始を除く年間361日運行しています。このコロナ禍においても市民の交通手段として維持していくため、感染症対策を実施しながら日々運行をしています。コマクルを運行する青い交通株式会社の運行管理者、服部所長にお話を聞きました。コマクルの運行につきましては、安全にお客様をお送りすることはもちろんですが、新型コロナウイルス感染症対策についてもしっかり取り組んでおります。運転手に関しましては、運転手のマスクの着用、手洗い、手指消毒の徹底、出勤前、退社前の体温測定などを実施しております。車両に関することでは、窓を開け、車内の換気、毎朝の車両点検時などに適宜消毒作業を行っております。今後も市民の方々の交通手段として気持ちよく安全にご利用いただけるよう日々運行してまいりますので、利用者の皆様もマスクの着用などの咳エチケットの遵守、手消毒の実施、会話は控えめに、窓開けなどの車内換気へのご理解ご協力よろしくお願いします。